ください。よろしくお願いします。あ、じゃあ寺澤優です。東京の方の裁判は100人ぐらい入る法廷をここのところ満席に、傍聴席満席にさせてまして、まあ、かなり盛り上がっています。もうで裁判長の方 もかなり真剣にですね、秘密保護法の違憲性というところの中身の方にどんどん入っていくような形 で今度は我々フリーランスのジャーナリスト43人が、ジャーナリストだけじゃなくて、まあ、映画監督とか写真家の方もいらっしゃいますけど、そういう、人たちで原告の方でですね、まあ、この秘密保護法によってどのように具体的に自分たちの取材報道の自由が侵害されているのかというのを立証していくことになっています。ぜひこの横浜の方でもですね、これは市民の方の立場から、この結局我々 の取材報道の自由が侵害されるということは市民の、知る権利が侵害されるという直結するわけなので、やはりそこのところでやらかなり連動しているという、まあ、ことがありますので、我々は自分たちの取材報道の自由が、侵害されて、それを皆さんにお伝えすることができなくなっちゃうんですよということを主張してますので、この横浜ではですね、まあ、そういうジャーナリストの人たちの、活動が制限されて、なおかつ自分たちの、まあ、おそらく情報公開ですとかそういうところにかなり制限を受けると思うんですけれども、まあ、それで自分たちが知りたい情報が手に入らなくなっちゃうっていう、今度受け手の側からの目線でですね、いろいろ主張していただければ、まあ、連動していけるんじゃないかと思います。ぜひよろしくお願いいたします。